宮崎県で最大震度6弱の揺れを観測した地震により、これから最盛期を迎える県内の海水浴場では海水浴客が激減しています。延岡市の住江海水浴場です。県内でも有数の海水浴場で、本来であればこの時期多くの海水浴客でにぎわうんですが、地震の影響もあってか数組程度しかいません。エメラルドグリーンに輝く海、環境省の海水浴場100選にも選ばれている住江海水浴場です。この時期は例年なら最盛期を迎え、午前中から海水浴客でにぎわいますが、地震により閑散としています。ちょっと心配はありましたけど、なかなか来る機会もないので、せっかくだからと思って娘に海見せてあげたいなと思ってきました。はい、泳がない方がいいのかなと思ったんですけど、まあ、会った時には避難する、上に避難するっていう心構えで来てます。海水浴場に隣接する店舗からは悲鳴が上がります。海水浴シーズンとは思えなくても冬かなみたいなぐらいの人の量です。ホットドッグやかき氷が人気だといいますが、地震以降思うように売り上げが上がりません。一日一組限定のバーベキューもキャンセルが相次いでいます。今日から書き入れ時のところなんですけど、ちょっともうお客さん全然来てないので、どうしようかなというところです。大打撃ですね。来てくださった方が楽しめるように、もうそのいつも通り営業するしかないかなと思ってます。